はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、15% 還元、楽天ペイで映画をお得に見れるキャンペーンということで、今回は楽天ペイを使って映画のチケットを購入するとお得なキャンペーンが開催されているので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速こちらですね、ムビチケで上映中の映画チケット購入で 15% ポイントバックということで、一応期間はもうすでに始まっていまして、7月の9日から9月の2日までとなっています。今回はこちらは楽天ペイと楽天スーパーデュエルムビチケからのキャンペーンとなってます。ちなみにこのムビチケってのはオンライン上で映画の鑑賞券が購入できるサイトのことです。でキャンペーンの流れなんですけども、今回のキャンペーンの流れをお伝えすると、まず1番ムビチケの当日券コーナーから公開中の映画をまず選択します。そして2番、支払い画面で楽天ペイを選択して購入を完了します。次に3番、ムビチケ購入番号と暗証番号のお知らせのメールが届くので、4番、後日ポイント付与という流れになりますね。念のため座席の指定方法なんですけども、1、鑑賞予定の映画館サイトからムビチケで購入した映画の座席を指定します。2、犬種選択画面でムビチケの利用を選択して、3、ムビチケ購入番号と暗証番号を入力し座席指定を完了させて、4、メールで届く座席指定番号でチケットを発券して映画を見るということですね。で、今回こちらのムビチケが使える主な映画館なんですけども、こちらですね、例えばその東宝シネマとかシネフレックスとかユナイテッドシネマとかですね、あとは TJOY とかも行けますね。一部対象外の映画館もあるので、公式ページをご確認ください。今回のキャンペーン簡単にまとめると、7月9日から9月2日までで楽天スーパーポイントの 15% が還元されます。そして今回はムビチケ当日券の購入が対象となってます。なので前売り券は対象外となってますので、お気をつけください。で、ポイント付与は10月の14日頃で、付与されるのは11月30日までの期間限定ポイントとなってます。なので今回のこのキャンペーンを使ったら、だいたい大人1900円のチケット代なので、これが 15% 還元されるので、実質1615円で鑑賞が可能ということになるので、これってめちゃめちゃお得ですよね。一応下の概要欄に今回のキャンペーンの公式リンクを貼ってますので、ご確認ください。ちなみに今だと藤原竜也さん主演のダイナーとか、あと僕ですね、めちゃくちゃ世代なんですけど、トイストーリー4とかポケモンミューツの逆襲とか見たいなというふうに思っています。ぜひですね、この3連休やこれから始まる夏休みなどにこのキャンペーンを利用してみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。